今年1月、JR 東海道線を撮影しようとして6カ所の踏切の非常ボタンを押した疑いで、神奈川県の男子高校生が書類送検されました。高校生は電車を取りたかったと話しているということです。威力業務妨害の疑いで書類送検されたのは、神奈川県横須賀市の17歳の男子高校生です。警察などによりますと、男子高校生は今年1月7日午前7時前からおよそ20分の間、沼津市内にある東海道線の踏切の6箇所の非常ボタンを押し、列車を運休させたなど業務を妨害した疑いが持たれています。これにより当時29本の列車に運休や遅れが生じ、およそ4970人の利用客に影響が出ました。男子高校生は鉄道写真の愛好家、いわゆる撮り鉄で、東海道線を撮影するため県内を訪れていました。電車を撮りたくて非常ボタンを押したと話し、容疑を認めているということです。